感じるぞ。セーフルームが近くにありそうだ。よし、こっ。さあ、行くぞ。お宝求めて。よし、倒せたね。感じるぞ。やめてよ。これは火炎に弱い敵だな。さて、余裕の勝利。
暴いてやる。危ない奴がいるぞ。ジャックリンにヒット。我ながら大したもんだ。よし、任せたぞ。行くぞ。いただいていく。ジョーカーがクイーン。よし。手応えのない相手だったな。暴いてやる。こんなに押し打ち？よし、こちらの先生だ。自分の実力は怖いな。よし、任せたぞ。分かった。 Get ready。 カルブン一般戦まとまそう。さて、楽勝すぎて悪味が出るぜ。そこに暴いてやる。行かれてるぜ。ウシマスリンガイ。ジャッペンにヒット。我ながら大したもんだ。炎剣を移動する。行くぞ。いただいていく。ジョーカーがクイーン。ヘルスロー食らえ。ジョーカーがクイーン。ザラーレーナ。引いたぜ。おっしゃ。さて、ふん、俺の敵じゃねえぜ。何か。お？なあ。どこか。
宝箱あったぜ。行こうぜ。お。うわ。なんだこりゃ。これ例の赤外線だよね。こんなの越えらんないじゃん。だがこれだけ厳重ってことは、守りたいものがこの先にあるって証拠だ。待って、立て札に何か書いてある。警備員各位、展示期間中宝物殿への扉は殿内の警備室のみで開閉が管理される。外からの開錠は不可能となるため、各員とも注意されたし。外から絶対開かねえってことかよ。どうすんだこれ。待て、あの奥の扉、あの柄どっかで見たような。そうか、あそこだ。あそこの襖と同じだ。間違いない。お前ら一旦引き上げだ。はあ、なんでだよ。あれが現実のどこの扉の認知か見当がついた。別のやり方でこじ開けられるかもしれない。説明は後だ。とにかく戻るぞ。帰るぞ。何かご用ですか？私、構成の時間さあ、合体です。辿るべき道は辞めるのか？見るのですか？登録ですか？本当にいいのですね。囚人をたどさあ、たどるべき道は可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。
いくらかは力を授かって、では始めよう。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かった。なるほど。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の担当だ。閲覧なさい。囚人を刑を執行。さあ選べ。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の担当だ。閲覧なさい。このペルソナ、このペルソナを引き出すので、ではお持ちなさい。これですか。このペルソナですね。これ、このペルソナを引き出す、あなたの力です。このペルソナを引き出す、あなたの力です。囚人を正しく、さあ刑を探りましょう。やめるのか。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。つけておこう。さてと。おう。そうだな。おいおい。あの先どうやって進んだらいいの？どっかに仕掛けでもあんのか？見当もつかねえ。我が輩の出番だな。モナ、怪しい場所に心当たりがある。と言ってもこの現実の屋敷の方にな。忘れたか、あの美術館はここなんだぜ。実は前に来た時に偵察してある。お前、あん時
花からそのつもりで。その通りだ。暇だったからでしょ。でどこなんだそれ。2階の一番奥だ。不自然にごつい鍵がかかってた。鍵かけるってことは見られちゃまずいってことだよね。けど俺たちがこじ開けてるのはここじゃなくてパレスだぜ。扉をマダラメ本人の目の前で開けんなさ。要は扉は開けられないっていうマダラメの認知を変えるんだ。つまりマダラメの家のその扉を開けるとパレスのあれも一人でに開くってこと？なんかピンとこねえな。本当にできんのかよ。我が輩を信じろ。必ず開くはず。ジョーカーならわかるだろう。そうだけどよ。なんだよ、試す価値くらいあんだろう。けどやるとしても現実の方にもごつい鍵があるんでしょ。我が輩にかかればヘアピン1本で楽勝さ。でも多少はかかる。さすがにこじ開けるところから全部まだらめの前でこなすのは無理だ。ほんのちょっとの間目をそらしておいてくれる人がいたらな。つーか屋敷に入んのもどうやるかな。無理に入ったら今度こそ通報だし。何？やっぱヌードしかなくね。はあ？奇遇だぜリュウジ。同じこと考えてた。ふざけてんの？別にマジで抜けとは言ってねえよ。マダラメの家に怪しまれず入るにはそれが一番の口実だ。アンドノに一芝居打ってもらいたい。急に言われても。それにその鍵のかかってる場所私知らないよ。大丈夫、我が輩も同行する。けど実質私一人じゃん。最悪バレた時どうするの。パレスに逃げ込むとか。それ大丈夫なの？解決になってる？てか自信なさげに言わないでよ。私がおとりやるしかない。例えばほらあれ、ないです。ちょっとユウスケを騙して部屋に連れて行かせてちゃちゃっと開けるだけじゃん。簡単に言って他に方法ないんじゃ。仕方ない、仕方ない、仕方ないか。あー、もうやるわよ、正義のためだもん。ほんと、なんとかしてよ。アンドノのためなら我が輩爪全部折れても引っかくのをやめない。頼んだぞモルガナ。ユウスケに気づかれんなよ。無理に脱がそうとしてきたらあの家ぶっ壊す。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どの道悪事の裏取りしようって流れだし無駄にはなんねえよ。よし早速明日な。明日？早い方がいいに決まってんだろ。え、でもそう北川くんがいいって言うかな。なの、私明日じゃないと無理とかそんなんでよくね。Facing
あのパレスは持ち主が見ている現実世界の鏡みたいなもんだ。だからここは冗談抜きでアンドノに一肌脱いでもらわないとだ。なるほど。ありえないわ、宇宙人の仕業だなんて。だがこれをどう説明する。体に入ってるのは地球上にない物質だ。ナナ、はあ、さてと、君か。そういえばこの路線だったな。そんなことよりどういう風の吹き回しだ。昨夜高巻さんから連絡があった。ヌードの件引き受けてくれるそうだ。それはありがたいのだが、お前たち何か企んでいないだろうな。芸術を愚弄するな。俗物めいた考えで測ってもらっては困る。何かあれば通報するからな。覚えておけ。そういえば、質問です。これだ。やりますね。やるじゃねえか。アン、モナ、頼んだ。俺らはできんくらっちまってるし、ここで待ってるしかねえな。いや、お前らには別の仕事がある。別の仕事？パレスの中で待機して、扉が開いたら制御室みたいなのを探してくれ。二度と閉じないように。
扉のロックを解除しとかないとな。なるほど、わかった、任せとけ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね、急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう 2,30 分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつーの。何か？ううん、何でも。ところで少し太った？そう？体重変わってないんだけど、むくんでんのかな。じゃあとりあえずここで用意いいか？脱げばいいのね。た、頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。きつかった。きつい？俺は芸術をやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生そろそろだよね。確かそのはず。そうねえ、場所変えられない？もっと雰囲気いいとこの方がいいな。ここで十分な気が。鍵かかるとこのが良くない？鍵？女の子に言わせる気？あ、鍵のついた部屋なんて先生のところぐらいしか。じゃあそこ。無理だ、それは。大事、俺は鍵を持ってないし。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ、このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ？だから他の場所がいいなって。だって脱ぐんだし。確かにモデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？バンドの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。他の部屋はダメだと。ねえ、この部屋ダメなの？待ってくれって頼んだからね、モナ。あいつらマジで大丈夫か？演技で誘惑してみせるとかだいぶハードル高いこと言ってたけどよ。悪気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね？見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね？ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね？俺だってそう思いてえけどよ。そろそろだな。ちょっといい加減に。この奥ってなーに？それは モルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。
わっさ猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか。あ、この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫。ねえ北川くん、この中でどう？誰にも絶対見つからない場所の方が私も恥ずかしくないし。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのとこ。大丈夫か、その棒読み。出所して。この思いが伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い？そんなことは。聞いてる？マジか。いいでしょ、続きは中で。いや、そこはダメなんだよ。それに鍵が。じゃあもういい、恥ずかしいし私帰る。そんな。じゃあここね、いいよね。困ったな。帰ったぞ。先生。ユウスケ。よし開いた。そこで何をしている。これは違うんです。その中は何も起きねえ。状況どうなってん？来た。あいつらマジでやりやがった。ああマジすげえよ。行こうぜ。よっしゃ。おや、チッ。おいいな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダーネ様のお膝元である。お前らなんて眼中にねえんだよ。ここでヘマしてアンにどやされる方がよっぽど怖いっての。
く。高牧さん、まずいよ。電気、これ？これは？この絵、確か、さゆり？なんでこんな。俺に聞かれても。出て行け。先生、これは？見られてしまったのならもう黙ってはいられんな。実は借金を抱えている。このさゆりは私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。どうして？本物のさゆりは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと私は何度かさゆりの再現を試みた。だが出来上がるのは所詮模写。そんな時その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名勢というのを払いきれなかったのさ。期待され活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ない死をどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのにどうやって模写したの？画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの？よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの？嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる？とにかく違和感があるってこと。アンドロ、これだけ何か違う。さゆり、これは本物のさゆり。さっき盗まれたって。模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。まさか先生。それは偽物。そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての？それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話してくれませんか？お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。迷惑な三流記者対策のつもりだったが飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も一緒にな、ユースケ。アンドロ、走るぞ。猫、どこから？無駄だ、2分と経たずに来るわい。高牧さん。よっしゃ、行くか。おい、これ。よっしゃ。よっしゃ。
あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここは。心の中よ、まだらめの。先生の心の中。高牧さん、悪いが気は確かかい。嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。でたらめを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実、まだらめの本性なの。こんなおぞましい世界が、お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこにも。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ、このままじゃお前、大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。急いでここから脱出するんだ。とはいえ素人を一人抱えちまった。戦闘はできる限り避けていくぞ。ここも先生の心の中だというのか。こんな虚栄にまみれた美術館が。この絵は見覚えあるんじゃない。昔同じ弟子だった人たちでしょこれ。なぜ彼らの絵が。絵じゃねえ、そいつが弟子本人さ。物扱いなんだよ、まだらめにとっちゃな。ちなみにお前のもあるぜ。 あれこれ話すのは後だ、さっさと脱出するぞ。出口は目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそまだらめ画伯の美術館へ。え？先生なのですか、その姿。最低。嘘ですよね。あんなみすぼらしい格好は演出だ。有名になってもあばら屋暮らし、別宅があるのだよ。女名義だがな。はははは、笑わせるわ。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのに、なぜたくさんの模写を。聞かせてくれ、あなたが先生だというのなら。
まだ気づかんのか、青二歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういうことだ。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。そんな絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。どうりでこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。てかあんた芸術家なんでしょ。盗作とか恥ずかしくないわけ。芸術など道具に過ぎぬわ。金と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユウスケ。ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。なら、あなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる、ユウスケ。この世界でやっていきたいのなら、私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか。こんな奴の世話になっていたとは。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか。有能な弟子を集め着想を吸い上げれば、才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてことを。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが同じだ、バカ者め。喋り疲れたわい。そろそろ許せ。許すものか。お前が誰だろうと。長年飼ってやったのに結局は仇で返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。下がってて。面白い。え？事実は小説よりきなりか。北川君？そんなはずはないと。長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、まさに俺の眼だったか。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なまがいも、たった今決別するのだな。いざや契約、ここに結ば。我は汝、汝は我。人世の美醜の誠のいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、小右衛門。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びる定め。おりゃすごいぞ。ふん、息がよって、何も知らずに死んでるふがいいわ。出られ出られ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何を踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。あ、任せろ。
ダラメ様の御前である。図が高いぞ侵入者ども。勉強させてもらったよマダラメ。心眼を見抜くには時に冷徹さがいること、心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺のゴエモンと共にペルソナ蹴散らせゴエモン。何でだ、敵がダウンした。行くぞゴエモン。いざ敵がダウンした。我は何時蹴散らせゴエモン。いざ敵がダウンした。彼はもう一人の俺だゴエモン。いざ敵がダウンした。我は何時。弱点は見当たらないな。やってしまえ。バトンタッチでさらに追撃だ。そこか。ペルソナー使うよ。覚悟しろよ。僕が相手をしてやってやる。アメノウズメ奪え。甘い気の強だな。おいやめろ。そこは何やってるんだ。しっかりしろ。さあ引くだろ。ジョーカー大丈夫か。ガチだからね。どうした、ビビってんのか。アンドレイそこか。セットにはやり飛ばそうぜ。覚悟の時間だ。ペルソナぶっこめ。わしからがやられた。助けが必要だぞ。生きる強だな。おい使っちゃうね。どうしったぜ。やってやる。アメノウズメありがたい。あなた助かったぜ。どうしたビビってんのか。よし、レベルアップ。ユウスケ、貴様はな、輝かしい未来をドブに捨てたんだ。貴様の絵描きへの道、あらゆる手を使って刈り取ってくれる。まだラメ。私に歯向かったことを一生かけて悔いるがいい。北川くん、なんで動かない。体力限界でしょ。無理されても足手まといだから。情けない。言うこと聞いとけって。本当はずっと前から気づいてたんでしょ。俺はそんなに僕年人じゃないさ。数年前から妙な連中が出入りするようになったし、盗作も日常茶飯事だったけど、そんなの認めたくないじゃないか。世話になった人がそんな。どうして北川くんはマダラメのとこを出ていかなかったの。さゆりを書いた人だし、それに特別な恩義もある。育ててもらったからか。俺には父がいない。母親が一人で育ててくれたらしいが、その母も俺が3つの時事故で死んだ。その時俺は先生に拾われたんだ。母も生前先生の世話になっていたらしい。らしい。母のことも正直あまり覚えていない。
だから先生を親と思って尽くしてきたつもりだったが、先生は変わってしまった。自分の原点であるさゆりまでもあんな風に。いろいろあったんだな。お前たちが盗作だのと言ってきた時、内心じゃ気づいていたんだ。だからこそ拒んでしまった。俺は逃げてたんだ。すまない。ああ、自分をごまかしてきたことと向き合う、そのきっかけをくれて感謝している。真面目すぎんだよお前。そんなんだから行き詰まっちまうんだよ。俺なんかもっと適当だぜ。ほんとそう。これからどうするんだ。わからない。まだらめが変わっちまったもんはもうしょうがねえ。けどよ、俺たちなら心を変えられんだ。野郎の罪を野郎自身に償わすことができる。そういえば戒心がどうとか言ってたな。聞いたことねえか、心を盗む怪盗団の噂。まさか。とやべ、話は後だ、逃げるぞ。あれ、こんなもの着ていたか。今さらかよ。説明は全部後、走って。なるほど。それでその体育教師は心が入れ替わったと。心を盗む怪盗、実在したとはな。いや、信じるさ。あんな世界を見た後だ。今さら常識に遠慮する気もない。それでお前たちはマダラメ先生、マダラメを改心させるつもりってことか。俺も加えてくれ、怪盗団に。もっと早く現実を見ていればこうはならなかったのかもしれない。画家としての未来を奪われた多くの門下生のためにも俺が終わらせなければ。それが曲がりなりにも親だった男へのせめてもの礼儀だ。礼儀か。いいんじゃねえの、どうせまだらめやんだしよ。失敗すると廃人になるかもだぜ。防ぐ方法も分かっちゃいるが絶対はない。気がけに話したよな。まだらめは美術界を牛耳る存在だ。あらゆる団体とコネクションを持っている。俺ごときが声を上げたってもみ消されるだけだ。やるしかない。北川君、取引成立だぜ。怪盗団の仲間が増えたね。よろしく、ユウスケ。足引っ張んなよ。善処しよう。ああ、ご指導願おう。で、そういえば現実のまだらめどうなったかな。私とユウスケ相当ヤバい状況だったけど。それならここへ来る前に連絡を取った。俺は高巻さんを追いかけていたことになってる。それと君らの説明通り、シャドウとのことは本人は知らないようだ。あいつなんて。女子高生一人捕まえられないのかと警備会社に愚痴っていたよ。でも怒りが収まらないようで、全員告訴してやると言っていた。相当警戒されてんぜ。それ、告訴とか必死すぎでしょ。実はまだ何か隠してるとか。動くとしても個展を終えてからだろう。期間中に秋分が経つのは向こうが損だ。ムードの件が済んだと思ったらこれか。告訴を回避するにもその前に改心だな。やっぱり作戦期間は個展の会期中ってことだな。ところでこれは何だ。あ、猫だけど喋ってるが。文句あるのか。いや、そうじゃないが、
なんで？ちょっと人とテンポ違うよね。この我が輩を書こうってのか？ちゃんと素材の良さを引き出せよ。気安く触んじゃ。黒あんみつを注文しようと思ってな。黒猫から連想したな、こいつ。はあ、金を持ってこなかった。やっぱこの人変。おい。いやいや違うだろう。告訴される前に改心させればいいだけさ。